はい、こんにちは、カズボーです。天井の花嫁続きやっていきたいと思います。ここは行ったら多分グランドバニラに行けるね。お、探しました、若旦那。ビクトリーパンツ。ビクトリーパンツってなんだ。なんかわかんねえ。男らしさを最大限に引き立てるだけ。ギグモ、ギグモ、わあもうめんどいね。一番後ろってさ、あ、できんのか。この山を越えるとグランドバニラの国じゃ。しかし道は険しいぞ。ただ登りたいだけならやめた方がいいじゃろう。そういうわけでもないんだけどね。まあここは難所だよね、一つのね。お、魔法ババア。じじいじゃなくてね、一番右仲間入るじゃん。お、やった仲間入った。どうしよう、あれいいな。ちょっと待って、マジか。行こうよ、プラリンとかいいよ。今のところって入ってないのか。外したら勝手に装備品外れるのかな。なんか怖いな。どうしようがいいんだろう。でもなんかかっこいいなこいつ。プライムナイトたちをなんかそればっかりだよな。まあいいや。まあ近いからね。いや、あの宿ブックマークできないの。ドラゴンマット？違うな。ドラゴンマットか。あれって仲間になりやすいの？マットドラゴンか。やや仲間になりにくい。なんで一発で入ってる？え、簡単なんかなと思ったけど、やっぱそうじゃないよね。近いからさ。あ、やっぱ外にいるね。
になるよね。絶対犬グラなんだもんね。ブラウンも強いな。162もある。待てよ。お、だから、どっちだ。なんでここに罠がある？あー、いいね。クラウド全体で分かったらいいんだ。あいつ、ヒーヒー一泊、高いけど、なんか攻撃力上がんない？これ。宿屋でおまけにしてまたいつでもおいで。なんもないのかい。武器強くなったりとかはないんだね。無駄に高いお金を請求されて。で、しかも取られてないっていうなんか意味わかんない現象が起きたけどね。ちょっと面倒だな。なんかこのメンバー定着ついたな。マッシュがとりあえず全体できるからね。他でもできるんでしょうけど。全体攻撃できるやつね。フィールドが全体攻撃できれば一番いいんだけどね。回復できるんだ。キュアラルク完全回復。あーね、違う違う、危ない危ない危ない、もうあれ絶対やらかすとこだった。あー、いつもよね。危ない危ない。なんだあれ、誰だあれ。セーブの場所がさ、死神でした。おや、お連れの方の顔色が優れないんですか。早いね。
おや、大丈夫ですか？お連れの方の顔色が優れないようですけど。大丈夫よ、あなた。ちょっとだけ気分が、うん、心配しないで。これは大変だ。とにかくベッドに運ぼう。うちの宿を使うといい。特に熱もないようですし、ただの高山病ですね。少し寝ていれば治るでしょう。マジかよ。高山病？では私はこれで。高山病？ちょっと待って、子供じゃないのね。大したことがなくてよかったですな。へえ、あなたの奥さんですか？いや、べっぴんさんだ。あまり無理させず大事にしてやってくださいよ。高山病落ちっていうね。ごめんなさい、あなた。心配をおかけして、少しだけ眠りますね。だからやっぱりアリスが連れてた。おはようございます。もうすっかり元気になりました。さあ行きましょう。もうすぐあなたの故郷に着くんですもん。まだまだ頑張れますわ。ファイト一発。なんでそんなとこにあるの？いや、元気になられたようですな。いえ、俺なんてとんでもない。当たり前のことをしただけですよ。それを言える人がいない。もう67とかになってる人でさ、それ言えない人いるからね。やってもらってないとか言う人いるからね。やってもらったもらってないの話じゃないよね。散々やってもらっておいてねって思うけど。グランドバニアの王妃マーザ様は魔界に通じる力を持っていたらしいです。それがどんな力かは分かりませんが、本当に不思議な目をしておられました。あの目に見つめられると心が和むというか。魔物の餌ん？おめえは嫁っこさ倒れさせたバカ者でねえけ。無駄に山道歩き回らせて疲れさせたんだろう。嫁こそ大切にしろよ。大切にしてるよね。グランドバニラの国王はパロス様といって本当に立派な人だったんですよ。確か王になったばかりの頃にこの村に立ち寄られたことがあったな。おい、まどろみ買ってあげよう。シルバー、レースのビステ、上がるよね。あれ、安らぎのローブじゃなかったこれ。あ、そっか。ブラッドメール。魔導士のローブの何か。呪文軽減だもんね。全体の方がいいか。あ、ここから来たんだ。よし、じゃあ行きましょうか。まあ、今回はここ攻略しますので。見えませんね。後半は、あれやだね。お、ここメスアラみたいなのいるよ。メスアラとかミニデーモンとかさ、あとメタルビオとかいるじゃん。ベロガマロ。ベロコンロードか。ベロゴンかこいつ。こんなんいたっけなと思った。ベロゴンだこれ。仲間なんですね。
多すぎでしょう。やめろよマジで。これで金貨2個取ったね。上ってなんか宝ありそうじゃない。わしはこの山にかれこれ100年ほど暮らしとるもんじゃ。さっき向こうの岩場で人で金貨を拾ったが、お前さんの落とし物かな。いいえ。じゃあこっちの身、いいえ。お前さん大変正直なもんだな。あれからは褒美に全て持っていくかい。やったぜ。正直もんだね。プラチナソード、あとなんだっけ、水の羽衣。よかったね、こっち来て。マグメタプライム。一緒に押したと思った。あ、これ上上がって元に戻るパターンか。あれ違うの。あれ。あれ、あそこから来たんか、もしかして。え、あ、ここから来たの。まあちょっと宿泊まっか。いやー、出たね、ハグメタプライム。じゃあ、あのあれだね、あと1箇所だけだ。宿は遠いな。
とはもう進んでいけばいいね。水の羽衣もあんな風にもらえるんだ。甘い息を覚えた。ここで終わり？あの人は無事に着いたかな。もうずいぶん前の話ですが、サンジという人がここを通ってグランドバニアに向かったんです。何やら寂しそうで妙に気がかりでした。ああ、これも女性だよね。待って、そうなんだけどね、絶対あるよね、宝とか。ああ、例えばキャンセルかな。やばい。オフ。これもミミックじゃねえだろうな。あ、よかった。メッサーラ初。ここも仲間入る。まあもうちょっとですね。こっから来たから上、なんか上降りるとこあったけど、なんで。はい、出て。ああ、もう、ミミックっぽいな。あ、火炎瓶。
と一回あるな、戦闘ないか、なかった、よかった、イエイ。ということで、グランドバニラ的なとこだよね。誰もいないし、ドリさて、私はさ、お姫様なんかになりたくなかったのよ。でも親父が王様になったもんだから、私もお姫様にされちゃってさ、あ、もっと気楽に暮らしたかったな。15夜記憶喪失でふらふら歩いたところをオジリン王に保護されたのよ。なんでも他の人が言うには私は天界人っていうものらしいんだけど、奇跡の人なんだろうね。15夜って誰だ。宿どこ、挙動不審な行動は不審の挙動、挙動不審って言おうとしたね。広いね。あの大臣パロソーがいなくなってから急に偉そうになって、俺は好きだねーな。そういう感じなの。常日頃から武器はきっちりしておかないとな。大臣殿の部屋であります。誰も通すなんて言われています。オジリン王はいい人なんだけど、王様としてはちょっとね。ああ、どこぞに売ってたやつだね。モンスターバーさん、ニヒータの酒場、最近兵士の間でチェスが入ってるんですよ。あれは戦略性を鍛える訓練にもなって素敵な遊戯です。なんちゃって。おかしいな、駒が1個足りないぞ。この人話したっけ、あの大臣が、大臣か、王様じゃなくて。私は聖王パロス様に命じられ、天界の城について長い間研究してきました。そして分かったことは、天界にはすでに城はなく、そこに住んでいた竜の神様も水変え姿を消してしまったということです。もし再び天界の城を存在せしめられたなら、平和の時代がやってくるかもしれませんが。いや、それより宿を探してんだけど、下か、もう30分ぐらいやってるからさ、ちょっと今回ここら辺までにしたいんですけど。ああ、3階だね。3階に行けばいいんでしょうね。オジリン王は大臣の言いなりではないか。あれではどっちが王様かわからんぞ。北には恐ろしい魔物が住んでいると言われてます。決して近づかないように。まあ、宿あった。今回ここで終わろう、ね、ちょっとまあ回りたいけど次回でいいよね。はい、マッシュが引き返った。とりあえずこれでいいや。魔法防御はあんまないし、そんな大して強くないからさ、ね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。